千葉県出身、吉野茜27歳。サバイバル出場は特番第1回の時以来2年ぶりとなる彼女。前回は全ホールパーセーブと安定したゴルフで最終ホールまで生き残り、優勝最有力と思われたが、ああ引っかかった。こう対する越久保美波はミスショットがベタピンに、そのままバーディーを決められ、ありがとうございます。あとわずかのところで100万円を取り損ねた。覚えてます。終わったら金負け取らしたやつ。2011年のプロテスト合格以降、毎年レギュラーツアーに出場し、2016年にはステップアップツアーで優勝も果たしたが、昨年まで2年間レギュラー全試合で予選落ち。ステップアップツアーでも上位に食い込むことができなかった。毎試合泣いてました。毎日全然成績出ないし、でなんかやってることが正しいのか正しくないのかとか、意味あるのかとか、やっぱ下もどんどん出てくるし、無理じゃんみたいな、もう無理じゃないみたいな。だがこのままでは終われないと、昨年10月から新たに体幹トレーニングを導入。今やめたところで何するんだっていうのを考えたら、別にやることないし、絶対やめるわけにはいかないんですよ。私は後悔したくないんです、やってることに対して。だからまだ今やめたら後悔があるなと思ったから、後悔 しないでやめたい。今再び上を目指す彼女、今度こそ女王に輝けるか。